皆さんお元気ですか？どうも元気ですか？チャオメラチンクエティです。どうもー、イエーイ、今週も始まりましたよ皆さん。ヨンちゃんおめでとう。いやまだだから、おめでとう。おめでとう。そう、やっぱね、うちのリーダークラスになるとこうなるんですよ。え、みんなもそうだったの？いやいや、ロビンさんの時だけ。いや、ロビンさんしか見てないけど。すごいね。もうすぐ誕生日。え、これは自動的になるんですか？だと思いますよ。やっぱすごくない？自動的にもう察知して、ね、すごいよね。もう少年様からもいろんな認知されてるって。ごめんなさい、すごいですね。あ、上の方にね、もうすぐ誕生日ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですよ。ね、スペシャルギフトはゼロですけど。スペシャルギフト。欲張り、欲張りました。すいません。星がいいですよね。星が嬉しい。そうですね。あ、よっしゃ。私のポイント。ありがとう。気を使って今日も細くない、なんかえ、そうかな、シュッてなってる。いや、今日はなってなかな、若干立てるよっぽい、そう感じする。まあでも細い方がまあまあまあいい感じに。今日はなんか3人白いですね。ね、そう、一人だけなんか一人青って、なんか間違えちゃったみたいな、イメージカラー押し付けてくれる。いや、いいじゃないですか、たまにはね。たまにはね、青好きですから。大事大事。ヨンちゃん可愛いって。ありがとうございます。24歳最後ってことね。そうなの。え、あさってだよね。あさってか。そうなの。はい、ね、どうですか、心境ありますか？やばい、なんかね、もうね、出てる出てる、顎がすごい、ね、なんかさ、やばい、25ってさ、なんか大人じゃん、アラサーへの道だよ。そうですよ。ねそうですよ。だからあのモロリンがあって、モロリンがなんでこんな笑顔でいられるのか分かんない。すごいと思う、マジで。素敵にもう年齢を重ねていきましょうよ。もう年を取ることはね、きっと素敵なことだと思う、私は。そっから早いんだね。教えてあげてもロリ、ほんま。いや、何をですか、ルメン何歳の25歳だったら。いや、何ですかね、やっぱりちょっとね、まあ、色気とか出しつつ、ね、やばいね。じゃあさ、自分がさ、15ぐらいの時ってさ、もう20歳はもう大人と思ったけどさ、うんうん、25歳になったらさ、もう色気とか出てんだろうなと思うけどさ、うん、サラサラだよね。サラサラじゃないよね。醸し出る、醸し出る色気っていうのはもうついてくるじゃないですか。いつか来るか、来ると思いますよ。欲しいの。ロビンさんには官能小説をおすすめしましたが。出た、官能小説ね。パイセンとして、いや、はい、そういうのでやっぱこう高めてた方がいいって。へ、女性ホルモン出した方がいい。感動しました。女性ホルモン出るんですか？出るでしょ。確かに肌つきが。でしょ、ほら、やっぱりみんな読んだ方がいいよ。感動小説高めた方がいいって。本当に。ウケる。ちょっとね、巻き込むなってきてますね。なんでよ、いいじゃん、悪いことじゃないから。やめとけ。あ、色気待ちですか？色気待ち。頑張ります。ね、このあと2日で出るか出ないのか。いや、大丈夫、この2日。そうだね。急にね、一気に出てくるかもしれない。ちょっと感動しようかな。デビューしてください。私もなんか前髪切ったね。あ、そう、前髪切りました。前にさ、インスタグラムで。あ、アンケート？アンケート機能初めて使ったの。前髪を。切るか切らないかで、ね、いやいやいや、すごい神様がスタッフさんの前もなんかどうでもいいみたいな。なんかすごい笑ってるよ。いやいや、髪の毛切ったとか結構言いますよね、女の人に。うわもうダメですよ。だっていまだに覚えてるのが、私ずっとロングヘアでバッサリボブにした時に、マネージャーの男性の方がね、全然気づいてくれなかった。ロングからボブに切ってんの。それはさすがにね、気づいてないんじゃないんですよ、別に。え、切ったんですけどって言ったら、あ、ほんまやみたいな。気づいてなかったみたいな、言うまで。そんなことあるっていう、ね、女の子はちょっとね、気づいてほしいよね。そう、言った方がいいんですか？やっぱそれなりに、あ、なんか可愛いねって言わなくていいけど、ね、あ、米聞いたのみたいな、いいじゃんみたいな、もうタモリさんスタイル、さらっとね。え、でもその、あ、ここ切ったんだねみたいな細かいのはいらないです。あ、切ったんだね、恋愛だね。いらないけど、髪切ったねみたいなことはやっぱ気づいてほしいもんですよね。確かにね。女の子の投げ。今回どれが切ったんですか？前髪を切ったんですよ、私は。そうそうそう。前髪前どれぐらいだったんですか？まあ普通にモロリンぐらい。うわ、やっぱ覚えてない。分かってないんだ。分かってないね。ダメだ。もう前よりこんな全開に出してるのに、ね、結構切ったよ。結構切りましたよ。え、アンケートしてさ、前もそう出ませんでした。どっちの方が多かったの？いや、お前の方が多かった。 70% お前だった、だったから、あ、もう切ろうと思って切りました。いいじゃん。え、そのこの間のジャパン軍の時には切ってた？ジャパン軍の時に一回切ったんだけど、さらにそれよりも切りました。あ、そうなんだ。そう、お前、はい。
ダメですか。いやいや、なんでその2回に分ける必要があるんですか。そんなに2回に分けるつもりなかったんだけど、1回躊躇しちゃったんですよ。最近お前じゃなかったから恥ずかしくて。でも切った時にやっぱちょっと行きまくった方がいいなってことで、コメントも結構お前推しの方多かった今ね。ほらお前可愛いんで、うん、そうそう、ジャパンゴは髪巻いてて美しかった。ああ、ありがとうございます。そうだ、ハチモン DJ デビューね。そうなんです、ありがとうございます。ゲレモネ、ゲレモネのミキの、すみません。ね、80分くらい DJ を大輔さんというそのジャパングの方とやらせてもらったんですけど、うん、できた。いや、できた、なんとかもできたんだけどできた、できたね、できたんだけど、やっぱ80分長いかなと思ったら、うん、すぐ終わった。へえ、マジでもうチャオメラで DJ イベントやりたいぐらい楽しかったよ。マジで。やっぱり自分たちの思い出の曲とか、うん、そのハロプロの曲をかけたんですけど、ね、全部自分で決めたんでしょ。だってほぼほぼ自分で決めました。なんかセトリ見たよ、ファンの人が見た見た、めっちゃね、マンパワーとかさ、そう、大好きなのモーニング娘さんの曲でね、ハシちゃんっぽいなと思った。確かに大好きだよね、マンパワー。マンパワー大好き。役の時やったよね。そう、ギャルルさんのめちゃマッチョ、めっちゃマッチョ書きました。マッチョ、懐かしい。そう、コメントにもあるけど、フレアチミステイクも書きました。アッキャンの曲も、チャララ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 ラ、あれテンション上がる。やった、振り返った、振り返りましたよ。おー、いいね、マジで。すごい楽しかったです。いいなぁ、DJ ね。ジャパンが行った人、フォロワーの感じはどうですか。あ、でもすごい盛り上がってくれて、うん、なんかいい感じにこうさあ、こうしらけちゃったりしたらどうしようって。確かに不安だよね。自分の選曲した曲でさ、空気が変わっちゃうから。センスが問われる。そう、でもセンスめっちゃ抜群だった。自分で言うやん。初デビューしたら、初デビューしたら、なかなかこう手応えを。どうですか皆さん、行ったね、行った方、行った方いるかな。だってさ、インスタかなんか載ってた写真もめっちゃかっこよかったよね。なんかもうこういう感じで DJ 慣れしてるかのような。もう写真ないんですか、持ってないの。あ、写真ありますよ。 DJ だったよ。 DJ やりました。 DJ アイナ、楽しかったですって。あ、嬉しい。橋本の選曲最高でした。本当に、うん、そう、これ行ってよかった、行きたかった。これ、ね、ハロプロックさんとして最高に高まった。羨ましい。選曲よかった、見たい見たい、いいな。そう、ほら見て、もうちょっとその DJ ブースの中で写真撮るのがやっぱ夢じゃないですか。かっこいいよね、DJ ブース。夢だったのか、ちょっと透かして撮れるみたいな感じで、うん、これ、私載せたやつ、これね、見える？うんうん、そう、こういう風にもう本当に今までのイベントと全然空気がさ違うから、夜のイベントだったし、うん、そう、すごい盛り上がってくれて、なんかほらもうなんかまるで DJ ずっとやってきましたかみたいな。チャラもんやってくる。そう、楽しかった、すごい。え、モロリン行ったの。私は行ってない。来てないですよ、モロリンは。行ってないです。珍しい、だって芋会、うん、ね、芋会、ね、はね、全部で何なんですかね、はい、本当に全然。でも、うん、みんなが頑張ってって LINE、うん、くれたんで嬉しかったです。ロンちゃんがくれました。しました。そこはね、だって夜の街に繰り出す味もないし、もう背中を押されて、はい、頑張れて。ちょっとやりましょう、今度みんなで DJ。お、やりと、やろう。一番似合う自信あるの。似合いそう。いいね、マジで楽しかったよ、本当に。マジマジ、やりたい、ぜひぜひ。ね、楽しかったです。来てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の今のブームは、後藤由紀さんの踊ってみたおかげだと。あの、見ました？見てくれましたかね、皆さん。後藤由紀さんの、誰の、韓国のアイドルの方で、レッドベルベットっていう、はいはい、めちゃめちゃ可愛い5人組のアイドルユニットなんですけど、すごかったね。もうあの怪物みたいな抜群のスタイルの良さが際立った動画ですね。ちょっとさ、あの足の長さはちょっと異常ですよね。あれはちょっと、あれなんか入れてるんじゃないですか。いや、足の足長かった。インソール入れてます。インソール入れまくり、ドーピング疑惑だね。ドーピング疑惑あれちょっとやったね。やりましたね。これはまあ現実的にやりました。黒ですね、真っ黒ですね。認めましたね。でもセクシーすぎる。なんかこう、何、服でも結構見せ方変わるから、ダンスの。確かに。でもさ、ちょっとさ、なんか何、知らんみたいな。ちょっとお腹がセクシーって言ってたよ。いや、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 い
なんかロンちゃんが動画結構見てくれたみたいで、なんかお気に入りのポイントがなんかある。本当にでサビのなんかチューなんかね、大丈夫かこれ。いや、なんかちょっとディスりながら私も見ましたけど、そんなありましたけど、なんかサビだっけ、その本人たちよりもなんかやっててね、それがエロやね、ここのでお腹出ててマジマジ、すごいね、すごい。ちょっといいね、なんか私もああいうダンスやりたいんですけど。あと顔も作ってから、あ、ね、こんなにピッとすごいよね、ほんとこんなんでちゃんとしたやつ見てください。いや、マジマジ、よかった、よかった、すごい、ほら、用意していたって思う。そうそうそう、用意してた、用意してた、すごいよ、もう。あ、そうそうそう、すごいよね。セクシーごと。え、次また新しいの上がったりするんですか。今ちょっと第2弾をこの曲でやろう、別の曲でこうやるよでやろうかなっていうのを今考えてた。いいですか、フューチャリングしなくて大丈夫ですか。いいですか、やりますよ、やりますよ。だからちょっと4人ってすごいバランス悪いから、おい、ダメ、4人で活動してたら4人だよ。8月12周年で13年目スタートや。ずっと4人でやってますけど、本当にやってますけど。いやいや、第2弾をちょっとそのうちにあげたいの。楽しみ、楽しみ。いいじゃん、いいじゃん。踊ってみた。今日のダンスも大好きですって。ありがとう。だって全部自分で見て覚えてるんでしょ、あれ。そう。でも本当思うけど、昔からそのさ、結構だいぶ前、モーニング娘さんの曲踊ってみたとか撮って、ワンツースリーとか、その時もゴトゥが昔からだよね、その映像、テレビに映像映して、そのダンスの先生に教えてもらって踊るの、私たちも昔からやってるから、うん、ある程度はね、なんかちょっと時間をもらえればできますけど、見て自分で踊るって結構無理なんですよ。右左が分かんなくなる。分かんない、何か見てたら分かんないって。でも知りたい、多分好きで普段から見てるから、多分勝手に入ってくるんじゃない。結構見てるんだけどね、すごい見てるんだけど、右と左も全く分かんない。あとなんか最近だと、あのダンスレッスン映像とかも上がってるし、それをさらにミラーモードでやってくれてる YouTube がいるから、それを見て鏡と思って見て真似したりとか。すごい、すごい。だってでもさ、そのみんなで踊ってみてやってた時もさ、すごいそれなりに大変だったじゃん、ね、あのピリピリした空気はやっぱもう味わいたくない。いや、マジでそんなことない。そういう意味だって、いや、間違えたらその子のために出会わないからだよね。あのね、見てほしい、ニコ生でやってた時に、その結構やってたよね、ハイキングさんだっけ、もうやったし、モーニングさんも何曲もやったじゃんね。しかもなんかもうめちゃくちゃ激しく、その本人たちよりもちゃん、あの激しくなんか目立ちたい、そのなんていうの、技術的に負けてるかもしれないけど勢いでみたいな感じ。しかもその時つんくさんも見に来たりしてる。そう、来てたの。お前ら頑張っとるやんみたいな感じで。そうそうそう、マジでもう間違えたと口が裂けても言えないで、よけるバレるし、みんなでチェックするから終わって、なんか、え、間違えてない、もう一回やるみたいな、やろうかみたいな感じが、それがね、怖くて。その時は誰が一番ピリついてるんですか。全体的にも、その時に限ってロンじゃないよ。雰囲気あるよね。いやいや、みんな全体の、まあそのピリピリもあるし、なんか緊張感が漂ってるから、緊張感も良かったよね。良かったよ、良かったよ。でもちょっとドキドキしちゃう、確かに。責任がね、すごいあるよね。そうなんですよ、違うの。楽しみにしてます。あ、はい、楽しみにしてます。はい、頑張ります。楽しみ。こんなんじゃないからね。だんだん足長くなるとかどう。徐々に、どれだけ高くすぎて10センチヒールとか。やばくない、大変だよ、もうやばいね、足ボロボロになっちゃう。足ボロボロ限界まで。あ、そう、レイヤーハンターとかね。そうやつね、たまに見返してすんの、あの映像。ね、ニコ生にまだ落ちてたりします。はい、そうなんですね。ぜひ見てください。多分コッシーが踊ってみたら出てくるかも。出てくると思う。そうそうそう、ライバル意識ね。うん、そう、うちはなんか同期だからさ、その先輩後輩もないけどさ、ね、なんか珍しくそういうなんかあったよね、うん、その時、うん、ぜひ検索してください。ぜひお願いします。一列目が全部ちびち。わー、すごい、ちびち、ありがとうございます。今日は初めてショールーム見たよって人いるのかな。どうでしょうか。初見さん、初見さんもいますか。どんな感じかな。下の、あ、レモンさんね、こっそり下の方で見てる方もいるのかな。ね、ありがとうございます。
常連さんもありがとうございます。ありがとうございます。ロビーさんなんかありました？はい、私はですね、あの以前ラジオ日本の6マークライブにゲストで来てもらったマシナミちゃんっていう子の、うんうん、メジャーデビューしての初の単独ライブに行ってきました。後藤さんと。おいいですね。乗せてもらいました。なんかすごいね、もう印象的だった。その時あのゲストが3組来たんですけど、もちろんあの皆さんすごいなんかバラバラで、あの印象的で、でもなんかそのましのみちゃんのインパクトが強すぎて、なんか喋り方もちょっとラップっぽいというか。そうなの。なんかちょっとなんだろう、なんかねふわっとしてるんだけど、すごい突然ダダダダダダって喋ったり、なんかね、そういない不思議、なんかちょっと天然ちゃんな感じがめちゃくちゃ気になって、多分年は大学生だから下なのかな、そうなんだけど、作詞作曲とかも自分でやってて、ちょうどメジャーデビューしましたって言ってたから、うわライブ行きたいなと思った。ちょうどこの間渋谷の、今度うちらがやる WWW の上の X、うんうんうん、そうでやってて、後藤さんを誘っていったんですけど、いいですね、よかった、すごい。あ、ドラムがね、あの、そうそう、水木さん、あの以前一緒にやってもらった金髪の、そう金髪の、うん、私も生誕祭去年と書いてもらった、そう水木さんがあのそうドラムやってて、あとベースの方と3人でそうやってたんだけど、そう一人だからあのソロアーティスト、うん、なんかピアノを弾き語りしながらやってる時とか、ごっちゃんがもうずっとピアノのところで、いやもうすごい本当にギターじゃないんだね。そう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 、ね、私一回あのライブで弾き語りやったけど、まあ、普段から私そんなピアノ弾いてるあれじゃないけど、うん、なんかもうやっぱりね、伴奏こう見てないと弾きながら歌えないの。でもずっと前を見て、うん、めちゃくちゃ早口だけど、そうでテンポすごい速いやつとか、かっこいい、皆さんぜひマシノミちゃん聞いてみよう。聞いてみたいね、マシノミちゃん、マシノミちゃん、ひらがなでマシノミちゃんで、聞いてみます。そうそうそう、すごいね、可愛い、あもう高音で、ハイトーンで、素敵な、気になる、MC とかもちょっとで、ね、寸劇じゃないけど、フリートークってよりは歌い終わったらその曲の主人公のまま喋ったりとか、ストーリー性がある。だからすごい引き込まれて、すごい、こういうライブもあるんだなと思って、こうというとね、春ツアーでちょっといいとこに住みたいねって、ね、ちょっと違う、確かに、うちらも違う、やばいよ。メンバーでしたよね。えメンバーでしたよね。あれね、もうすごい、すごい顔しちゃったもん、自分。メンバーですよ。まさかその質問来ると思わない。まさか今、はい、メンバーで違いますみたいなこと言いそうになりました。ね、でもやっぱね、ライブ見るとライブしたくなる。ね、そうだね。ちゃんとライブしたい。そうそうそう。春ツアーも楽しみだね。だって来月末だよ、早くない？早い。早いね。あと1ヶ月ちょいでしょ。今日もね、瀬取り決めました。そう、決めた。え、新鮮じゃない？いいよね。新鮮。え、いいと思う。私結構好き。ね。愛も好き。私も好き。みんな好き。みんな好き。みんな好きよ。みんな好きだから多分みんなも好き。みんなも好きなはず。ぜひね、4月30から、初日、うん、まず初日ね。そう。あの、WWWR ありますけど。うん、グッズどんな感じ？そう、みんなとさ、ね、先週さ、ここで話してたんだよね。うん、そう。そういう意見をね、取り入れながら。だから新しいグッズだよ、何回まで出したこともないし、ちょっと期待と不安感が出てるぐらい大事な反応が、確かにね、期待していいですか。いや、ぜひ期待しててください。ください、してください。お願いします、買ってください。あ、まだチケット、そうだね、あの18日前のね、18の23時、そうなので、皆さんお早めに、はい、いろいろ回りますので、最後も告知しますけど、よろしくお願いします。お願いします。春ツアーそんな感じですかね。ですね。まどかさん何してたんですか。私ですか。私はですね、でも今までで一番美味しいビーフ、あ、クリームシチューが作れた。いや、本当に今まで生きた、来た中で一番美味しいクリームシチューを作れたんですよ。本当に美味しかったんですよ。なんかさ、しょっちゅう料理してるっていうのさ、なんかそういう汁もんみたいなバッタ。確かにね。だからね、怪しいんだよね。いや、それはね、ちょっと思ったんだよ。確かに。大鍋のね。いや、いやさ、いや、好きなやつもそうよ。シチューは美味しいよ。いや、美味しいけどさ、シチューなんてさ、野菜切ってさ、ルー入れるみたいな。いや、いいじゃん。さすがにね、あれ作って、ルーから作ってないよ。聞いてください、私、シチュー、ルー使わないんですよ。え？ルーを使わないクリームシチューを作ってるじゃん。小麦粉をやってってことですか。そう、牛乳と小麦粉とバターとかで、それが本当に美味しくできて、その感動ちょっと使いたってありますけど、だからちょっとしたムービーならあります。
お、いや、はい、出してよ出してその期待先に出してよ、喋らっていいよ、もういや、別にだ、いや、そんなね、あの、シチューなんて見てる、本当にただのシチューだから、これ本当にルーツ買ってないのみたいな風な感じだから、ホワイトソースから作ったって、そう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 、そんなね、いや、動画見ただけじゃあんまり、あげろよって来てますよ、あげろよって、ね、毎回ね、料理してんのはいいけど、あげてくれない、足惜しみばっかりしてるから、ね、もったいぶるからね、そうなんだよ、でも粉からいくのはすごいですね、あの、はい、ルーは使ってないです、もうでも一瞬です、本当にこれ間違いは食ってきてます、いや違う、本当に違うの、これだけ、本当に温めてるだけですね、もしや、違う、本当に違う、短い動画でした ね、 いや、もう長くないからね、本当に出来上がっちゃってるなんて、ここに材料あって本当に作ってあげたいぐらい、うん、シチューに返す本当に美味しかった粉で作るのも難しくはないからねって言って、そうなんや、何今の動画笑う短すぎてね、美味しそうだったけどね、美味しそうだけど確かに、やっぱり、そうなんです、でも自分的にはちょっと満足いった結果ができたんですよ、クリームシチューに対して、ちょっと違うの作ってください、根菜とか使ったお料理作ってくださいよ、うん、そうですよ、あと今の時期だったらね、新じゃがとか、あと新玉ねぎ、新玉ねぎとかね、そういうのを作って、菜の花使ってくださいよ、使ってくださいよ、季節のお野菜を使ってお願いしますよ、お願いしますね、頑張ります、インスタとかにあげてくださいね、あげてください、あげますよ、お湯でもいいですか、あれそれは神様のインスタグラムのようなインスタ苗でもいいですか、苗でもいいですか、はい、ということでですね、まあ春ツアーも決まりまして、はいはい、今日はメンバーのことをもっとよくして知ってね、うん、一致団結して春ツアーに挑もうと、はい、ということでございまして、団結してますけどね、死んでね、一緒にいますからね、うん、あ、じゃあもうお互いのこと知らないところなんていうのはないと、ない、もうないんじゃないですか、全部知ってます、うん、知りまくってます、隅から隅まで、お、じゃあ、今まで過去何回かやってきましたが、はい、今回はクイズ岡田ロビン昇降をやりたいと思います、はい、おー、え、初だよ、お、いや、最後に残ってました、あ、そうか、いや、もうやってもらえないもんだと思ってるそんなに興味ないかな、まあ、神様、まあまあ、いやいやいや、最後の最後ですよ、リーダーはやっぱ、ね、そうそうそう、だってこの企画3、4年前からやってもらって甘いですよ ね、 ね、一番最初は諸塚さんでしたね、あ、そっか、満を持ってたの、久々じゃん、確かにこのコーナー怖いんだよね、ちょっと怖いんだよ、ドキドキするよね、ドキドキする、本当ですか、ね、でも本当にさ、橋本の時はやっぱ諸塚が一番向かってたよ、分かるから、でも出るんだ、なんだっけ、オーロラ、オーロラで、足元からの商品まだ持ってますから、そうだよ、まだ使ってない、一緒に飲みに行けるけど、やっぱり期限ないの、いや、もう期限ある、期限ないじゃん、期限切れじゃない、ない、無期限、無期限じゃない、あれ決めてんだもん、あ、そうだ、もうじゃあ今年いっぱいです、わかりました、じゃあ、はい使いますね、そろそろ難しい、よく覚えてるね、ついにロビンさんのね、バージョンが過去だって、諸塚さんとアッキャンしか優勝してないですからね、ええ、あれ、そうだっけ、そうなんだ、本当、あ、ごっちゃんやってるね、一回、ん、何が優勝なんだよ、それらがさ、あっきゃんの時ごっちゃんが優勝した、ああ、そうだ、そうなんだ、はい、全然当たらなかった、ごっちゃんの時はあっきゃんとモローリンが、あ、そうだ、この間その YouTube 見た、結構見てるよ、見てる、見てる、歌はプレゼントみたいな、あー、ラッキー、あ、そうだ、2人、はいはい、難しい、すっかり忘れてるということで、結構前だもんね、だいぶ前だよ、そう、今回は取材者だからロビンさんですから、まだ優勝してない橋本さん頑張ってください、ね、お、あ、そうじゃん、橋本、いや、だってリーダーとサブリーダーですから、そうだよ、分かり合えてると思う、一番分かり合えてるパートナーだけど、いや、ほんとビジネスパートナーでも本当はすごいんだぞっていうのは今日見せたい、ね、あ、じゃあ行ったって行ったるわ、橋本行ったる、はい、いいね、ということで、じゃあ岡田ロビン翔子さんこちらに、はい、あ、そうだ、こんなシステムでしたね、そうだよ、懐かしい、これなんかさ、音楽聴くやつだ、はい、忘れてた、マジで、マジでさ、音楽ね、聞いてたんですよ、そして、はい、じゃあ皆さんこちら、こちらを配ってください、はい、なんか今3人みたいになってない、あ、ちょ、ロビンが、あ、こうする、はい、ちょっとうまいことずれてもらって、はい、OK、そしてペンを、何で違う、違う、ロビンさんが答えると思う答えを書いてくださいね、これ、モロちゃんに絶対カンニングされると思う、絶対私、橋本にもされると思う、かわいい、これにしよう、あ、かわいい、なんで、はい、
かぶいたじゃん。いや私もかぶいたよ。これでしょ、はしちゃんともごっちゃん、みんなみんなそれだよ、ね、みんなあめっちゃ見切りしたもん、この歌舞伎で。なんか可愛い、やった歌舞伎やろって来てますよ。マジ、じゃ最初これ途中で変えようじゃん、はい、かわいい。何する、普通に可愛いじゃん。かわいい、アトム可愛い。私は普通に答えればいいんですよね。そうです。あ、そうだ、ニコ生の時はさ、妙にさセクシーなさアイマスクだったよく言ったね。神様の私物じゃねえ、使用済みからすごいちょっと汚れてるやつ、リボンリボンみたいな。ありましたね、思い出した。恥ずかしい。はいはい、皆さん頑張ってくださいね。はい、はい、やる気ある？あります、ある、ある、優勝、絶対優勝します。やる気しかない、負けねえ。はいじゃあ、はい、はい、まとめられちゃった。本当ですよ。つければいいですか？はい、じゃあつけてください。はい、神様って 何もいいやねんつけて音楽なさない、まだかわいい。あ、うわ、うるさい、オッケー。ちょっと聞こえてるかどうか。ロンちゃん、ロンタン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 、悪口いっぱい言ってもらって。おーい大丈夫ですかね。はい、じゃあ、行きましょう。はい、じゃあ、行きます。第一問、じゃらん、まあ、簡単なところから行きましょう。はい、岡田ロミン翔子の趣味は。え、え、趣味、はい、ざっくり趣味、ええ、ざっくりじゃない、ざっくりですね。ちょっとそれ、ね、見ないでよ、絶対本当に見ないで、今見たよ今絶対見たよ。趣味、はい、岡田ロビン翔子の趣味は答えは皆さん大きく書いてくださいね。あ、そんな大きくない。はい、できました。はい、では行きましょう。頑張ってください。あ、間違えた。あ、そっか、ってかこれダメだね、みたいな。見えちゃう、ダメだ、コメント見ちゃダメだよコメント見てもらってもいいですよ、別に。だって貧血結構貧血になっちゃう。はい、はい、では、はい、お父さんどうぞ。ラジオを聞く。はい、橋本さん。ラジオを聞く。お、SNS 用の写真を撮る。はい、それではめっちゃ爆音じゃない、ここまで聞こえるよ、うん、はい、間違えたかも、うん、そんな気がする。岡田ロビン翔子の趣味は、はい、趣味、趣味、一人で喫茶店に行く。うわー、残念。書いてたやつに思った、書いてたやつに思った。え、なに、ラジオ。あー、な、え、ま、なんかやだなんかやだ。いや、結構好きだよ、絶対。本当、最近特にあるよな。まおちゃん家帰ってもテレビとかつけないから、音楽聞くからラジオ聞くから。確かに、喫茶店、朝で思い出したわ。喫茶店好きだよね。好きです、喫茶店。コーヒー入れた、行ってます。おすすめ。はい、じゃあつけてください。はい、いや、危ない、ちょっと待って、これ上からつける。そうだったわ。はい、そうだね、音大きくない、大丈夫、音平気、むしろもうちょっと大きくてもいい。はい、はい、では続いていきましょう。音、あ、来た岡田ロビン翔子の口癖は。いや、これやだ、もうさ、これ見ない、ってこれね、最近でも分かんないじゃん、何個あるのよ最近の。何ヒントあげてんだよ。だ、最近のあれが、まあ、なんか2つあるんだよね。2つある。え、待って、ありすぎてこれどれ選んでくるか分かんない。恋愛もそう。え、口癖です。口癖、どれで来るかな。え、でもね、意外とこれが面白い。分かった、思いついた、ひらめいた。ないない、見たら。いや、これちょっとだいぶ賭けに出るよ。私も賭けに出た。はい、書きましたか。待って、はい、はい、では後藤さん。サクッと。え、これはプライベートでめっちゃ言うの。いや、聞いたことない。だから最近発見してこの話したから、ちょっと。え、サクッとってどういうこと。サクッと行くの。サクッとご飯食べるみたいな。いや、はい、橋本さん。ほにゃら、世界で一番美味しい。まあ、それもあるんだよね。はい、モロスカさん。これ絶対と思う。ロンは
もう一個の確信してるんだけど岡田ロビン翔子の口癖は確かに。残念。これでしょ。これこないで言ってたよね。そうだよ。確かには言うわ。確かに言うでしょ。ラジオでめっちゃ言って怒られるのいつも。確かに。確かにしか言ってない。思ってないのに確かにっていう。言わないけどね。相槌で言っちゃう。出るわ。でも言うでしょ。これなんか言うらしい。聞いたことない。未来デートで使うって言ってたからさ。それでこないで言われたばっか。サクッと行こうみたいな。サクッと帰ろうみたいな。うわー。こっちはどうですか。それ言うよね。世界で一番仕事言うじゃん。これはもう言わないで。気をつけてんの。マジでしょってる。ちょっと。はい、じゃあつけてください。はい。わ、これ絶対来ると思う。結構当てはまるものが全然わかんない。みんなやる気ないっしょ。いやいや、ロンちゃんの場合はね、なんかね、答えが多すぎる。多くて誰が来るか。はい、行きます。なるほど。では行きます。続いて。なんだろう。岡田ロビン翔子の一番のごちそうといえば、これはもうさ、わかるよ。でも、ね、一番のごちそうでしょ。なんだよ、見たら見ない、絶対見ないで。結構はいはい、書きました。これでもいいのかな、わかんない。ちょっと頑張る。はい、では後藤さん。パーフェ。橋本さん。パーフェ。ビール。おお、どうなんでしょうか。あのビールもあるかな。早っとね。はい、はあ、岡田ロビン翔子の一番のごちそうといえば、待って、ごちそう、ご飯ってこと。出来たての白米。それなかったな。絶対それ今いや、はい、今の気分すぎる。今の気分だ。お腹すいてるの気分すぎる。あ、パーフェ。パーフェ。おお。あ、でも確かに。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 はい、つけてください。白米大好きだからろ。突然の白米だね。意外と白米のイメージあんまなかったね。マジ？お米大好きだよ。あー、全員当たってない。全然当たんないっすよ。はい、続いていきましょう。はい、はい、岡田ロビン翔子のコンプレックスは。あ、分かった。これはやってられると思う。うわ、どっちで来るかな。これはね、多分よく言ってるからあるかも。はいはい、では後藤さん。なで型。志摩さん。なで型。野田さん。口がちっちゃい。あるかも。言ってんじゃん。言ってる。よく聞くよ、これは。言ってね。いや、これも聞くね。これちょっと言わなそうだね、これね。はい。岡田ロビン翔子のコンプレックスは？コンプレックス？コンプレックスは、人見知りなのに人見知りじゃないって言われる。わかんない。わかんないんだよ。全員外れ。わかんない。わかんないんだよ。なで型ね。なで型。あー、でもなで型、まあそっか。うわぁ、なるまで全然当たんないですよ。まだ誰も一回みんなのコメント見ていい？ね、見てください。難しい、みんな人見知りじゃないよ、おいおい。理解されたリーダー、ないやねん。ないやねん。それコンプレックスじゃない。わからん、当たらん。もう誰もロンのこと分かってないね。なんかね、意外なことが、いや、多い。結構、そう。うわー、悔しい。意外なとこ一問から当てたい。そうですよ。なんかね、誰か一人ぐらいは当たってましたけどね。当てた、当てた。今のとこ全滅。全滅。誰も。はい、じゃあしてください。はい。ポンポン行きましょう、もう。わかりました。はい。続いていきます。いきますよ。岡田ロビン翔子が一番好きなハローの曲は。うわ、全然。あ、分かった。待って一番好き。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。間違えた。これ。いけました。いけない。
はい、では後藤さん。ちょっとこれ、ちょっとわかんない、棒がある。お、橋本さん。ファーストキス。諸塚さん。香水。はい、ちょっと次ぐらいは混ぜたい。岡田瑠美翔子が一番好きなハローの曲は。ねえ、ハロー、やれだよ、あれ。晴れ雨のち好き。嘘、それ言ったことある？ない、あるよ。のんちゃんこれ好きじゃん。のんちゃんこれも好きだよ。あー、これ好きだよ。あれ、これはちょっと違う。あれ、ね、自分の好きだよ。好きだけど、えぇ、本当に難しい。さあ、難しい、難しい女、岡田ロビン翔子。これはね、あ、じらされてます。いや、むずい、やばい、ゼロって可能性ある。ずっと全滅です、今。なんか、幾何学のコメントしてくる。そうなんだよ。嘘でしょ。なんか、惜しいとかもないですよね、今のとこね。え、多分ね、重いし、多分ね、ファンのみんなも多分ね、難しそう。難しいと思う。聞こえてない、聞こえてない、やばいやばい。さあ、次行きましょうかね、はい、では続いて、じゃあそろそろね、皆さん、ありがとうございます。いい感じください。はい、岡田ロビン翔子が一番可愛いと思うのは3人のうち誰？これはさ、なんて答えた？って今までの感じでさ、わかんないよ。はい、わかんない。え、もう可愛いと思うってこと？岡田ロビン翔子が一番可愛いと思うのは3人のうち誰？いや、わかんない。これは嫌だけど、愛をこう答える。はい、では後藤さん。わかんないんだよ、もう、ごっちゃん。愛は嫌だよ、これ。はい、橋本さん。思ってない、もろり。いや、嫌ですよ、これは。橋本。なんで、待って待って、自分せめて橋本ね。うちだけじゃん、自分のこと書いてんの。そういう流れ。意外と来る。意外と来るよ、これ。書き方が来る来る、はい、このパターンあるから。いや、これあると思う。いやいや、これはない、これはない、これはない、あっちゃってます。岡田ロビン翔子が一番可愛いと思うのは3人のうち誰？チャオブラね。可愛い？待って、橋も。うわー、モロスカさん、ありがとう。ありがとう。はい、当たってた。ロンちゃん、ロンちゃん。あはは、恥ずかしい。一番当たってないんだ。言わなかった。お父さんが恥ずかしいパターンになりました。恥ずかしいね。ごめんと迷ったけどね。すごい。うわー、嬉しいな、でもこれは外れちゃったけど嬉しい、ポイント。この質問結構後藤さん自分って感じ。そうで、まあ、結構ハートとかも装飾しちゃってるあたりで、結構いつも滑っちゃってる。それ一番ダメね。滑ってるって言われたくない。はい、では続いていきます。はい、はい、岡田ロビン翔子がカラオケでよく歌う曲は。うわ、わかんない。あ、曲名も、ね、あ、待って待って待って、ちょっと待って、え、ね、アーティストじゃダメ？ダメだよ、曲名じゃない。ちょっと待って、あ、今来るけど曲名ちょっと忘れちゃった、今。カラオケ行ったことないもん、ジャンルに。え、これ、母数が有利じゃない？めっちゃ言ってんじゃん。絶対有利だよ、これ。最近全然行ってないから。いや、でも行ってんじゃん。え、ちょっと待って。あ、でもちょっと、ちょっと、でも、ちょっとこれかな。いや、そうだよ。タイトルが曖昧なんだけど。いや、あい、迷った。あい、これだと思うんだけど。いや、タイトルちょっと忘れちゃった。タイトルがちょっと分かんないから。でも誰々さんのあの曲とかでもいいですよ。いや、分かんない。いや、どうだ、合ってるかな。好きなイメージはあるんだけど。あの、神ありますか、ね、スペシャル来た。そこに紙ありますか、皆さん使ってもらっていいですよ。はい、はい、じゃあ漢字が違う気がする。違うね。違う、頭悪いな。漢字、漢字出る。はい、はい、では後藤さん。車輪の音。橋本さん。チェリー、ゆいさんの。はい、モロリ。違う、スピッツさんのチェリー。おでもね、あれだと思うんだよね。これありそう。いや、ありそう、ありそう。もう一え、もう一回もあの、ね、はい、スペシャルに来たで。岡田ロビン翔子がカラオケでよく歌う曲は。カラオケ？ガチのやつ？普通に？
バンプの車輪の。うわー正解ーこれはこれこれなんだこれはこれでしょ。え、これは昔だったけど。でもね、これは地味にね、毎回歌ってる。やばい、マジか。コメント盛り上がってますよ。最初からいやみんなやばいやばみんなやったよちょっと早く、はい、もう一点も取れてない。早く次行こう次、はいはい、よし、はい、あ、はい、はい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 のんちゃん、はい、では続きますよ。うわー、岡田ロビン翔子が最近美味しいと感じた食べ物は。もう最近ないよ。だって最近どうしよう、最近でしょ。はい、最近何食べに行ったって言ったかな。なんかね、トークの中とか出てるかもしれないですよ。いや知らないな。最近でしょ。え、最近食べたもので美味しいと思ったもの。最近美味しいと感じた食べ物は。なんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いやもう、はい、最近でしょ。これだと信じたい。最近です。もうあんな会話が出てんだから。はい、では後藤さん。バナナケーキ。お、橋本さん。喫茶店。白米。なるほど。さっきも言ってたじゃん、だって。ポロリン。いや、よかった、カルパッチョ。なんかの、なんかのカルパッチョ。これもまた意味じゃないこと。有利だよ、絶対。やばいよ。はい、岡田ロビン翔子が最近美味しいと感じた食べ物は。食べに行って何でもいいの。最近美味しいと感じた食べ物は。人参しりしり。わーもう残念。プレミアムバナナケーキ。好きなやつね。あー、わからん。いや、料理はマジで分かんなかった。まあね、ご飯一緒に行かないからね。すごい冷たい回答だよね。最近行くじゃんね。最近行ってるんだけど。ちょいちょい毎日行ってるよ。毎日行ってんのに。そう、二人で行ったのね。すごい。そして東京タワーだったよ。ゆうきゃんさんから東京タワーでーす。ありがとう。ゆうきゃんさん、ゆうきゃんさん。人参しりしりか。美味しいの自分で作って美味しかった。そうだ、言ってるね。人参しりしり好きなの。ツナ入れたら美味しかった。最近だったね、はい、それは撤回できないよ、このままじゃ。ビジネスパーク。はい、頑張って。やばい。はい、では続いていきましょう。岡田ロビン翔子が今まで出会って一番緊張した人は。うわっ、うわ、待って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 、あ、ドライブ。はいはいはい、はい、あー、わかった。だってはいはい、では後藤さん。さんまさん。はじまさん。あ、待って、あっちじゃん。キムタクさん。はい、モロリ。そっちで来るかな。さんまさん。わぁ、ちょっとこっちに来る。マジか。どうぞ。あ、お願い。でも、ロンちゃん。はい。こっちっぽい。岡田ロビン翔子が今まで出会って一番緊張した人は。頼む。吉田てるみさん。緊張した。はい、じゃあつけてください。やばい、もう本当にやばいかも。やばいよ。こんなに回答率悪い。むしろこんだけ一緒にいて、そうだね。一番もうダメよそれ。うわ、悔しい。では続いていきましょう。岡田ロビン翔子は自分は女として何点と思ってる？これもさ、一番近い人に1ポイント。ピタリだと2ポイントあげます。どう来るかの、ね、わかんないのよ。予測うのうのなのね。ちょっと待って、どうしよう。はい、はい、では後藤さん75点。下野さん57点。あらり62点。あ、近いところで。いや、わかんない。
ですか。マジわかんない。このパターンじゃない。読めない。岡田ロビン翔子は自分は女として何点と思ってる。女として、これ当てたらすごくない。すごいよ。待って、細かい。62。ピタリさん。思ってる。でもすごいね。すごい。周り2ポイント。平均点は下回ってくるかと思った。とりあえずちょっと高めに言うかな。なるほどね。すごい。ピタリ賞だよ。ピタリ賞。嬉しい。きた。ちょっと悔しい。やばいこれ。これはちょっと。ちょっとまずいよ。え、発射まだゼロ。ゼロ。やばい。頑張れ。やばい。ダメだ。やばい。はい、つけてください。やばい。では続いて。マジか。やべえ。岡田ロビン翔子がよく使う業界用語は。え、使うっけこの方。使ってるか分かんないんだけど。ちょっと待ってよ。業界用語、そもそもそれも、え、いい、普通に何だろう。はい、で迷った。あともう一個あったけど分かんない。言うかも。それあるワンチャンある、ワンチャンある。愛が結構言う、逆に。はい、お父さん、てっぺん超えた。橋本さん、でもおはようございます。はい、モロリリスケで。さあ、ちょっと待って、これ結構だってあるじゃん。いや、これはもうね、あるよ。はい、岡田ロビン翔子がよく使う業界用語は。ん、業界用語、これ何持ちですか。それを言った、それを言ったんだけど。これだなんて言わないよ。これはこれ、ほら、正直に、ね、リスケで。リスケ言わないよ。いや、これ、ね、なんだけど、せっかちだから、そんなね、結構待たされること多いんですかね。いや、そんなことないけど、疑問に、何マッチだろうみたいな。確かに、あれはね、めっちゃ聞いてる気がする。うわー、もう悔しい。もうやばい、言ってるよ、ロンちゃん。全然答えられない。はい、聞いてください。全然当たらない。続いていきます。岡田ロビン翔子がチャオベラじゃなかったらやってみたかった職業は。これも絶対あれじゃない。あ、これ分かる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 。マジ当てられる。これ来たよ。アイアイナの時代来るよ。これ絶対来るよ。はい、これもうもらった。え、これはもう本当にマジもらった。はい、では後藤さん。喫茶店。え、橋本さん。マッサージ屋さん。モロリ。カフェ店員。うわ、やばい、これ、来るな。はい、来る。これ言ってんじゃん。言ってるけど、いや、岡田ロビン翔子がチャオベラじゃなかったらやってみたかった職業は。喫茶店で働く。うわほら。はい、モロリも正解。あ、カフェね。これはロンちゃん。あ、昔やりたかったけど。はい、記憶が昔どうだよ。どうも変わってっから。やばいわ、本当に。あ、言ってるな。ちょっと橋本が当たりそうなやつ。裏に書いてある。ないです。はい、はい、では続いていきましょう。岡田ロビン翔子が歌が上手いと思う女性歌手は。うわ、むずくないこれ。ちょっとなんかいろんな、いろんな方の聞いてるからね。いい、この質問はさ、一応今思い出したんだけどさ、モロちゃんさ、同じ質問した時、外人の方あげてさ、ホイットニー・ヒューストン。あ、マジ。あ、そうそう、意外だった。髪なかっちゃった。これでもこれさ、めっちゃ言ってない。言ってないってこと。わかるよ。好きってすごい応援してる。はい、では後藤さん。阿部真央さん。橋本。阿部真央さん。モロリ。阿部真央さん。あら、おこれは、これは分かんないよ。いや、モロリンタイプあるよ。分かんないよね。読めない。
マジで意外だ。岡田ロビン翔子が歌が上手いと思う女性歌手は？か女性歌手？阿部真央さん。きたーえすごい、やっと言って、やっと言って、はい、みんなと一緒の時になってるから印象薄いよ。ちょっとダメだねこれ。これもサービス問題ですよね。サービス問題、はい、ちょうだいです。阿部真央さん大好き。ちょうだいちょうだい。阿部真央さん聞きたい。デブさん、はい。やった。ちょっと待って、ちょっとやんないです。はいよ。来た。Thank you。はい、では続いていきましょう。頑張るよ、アイも。頑張んないと。頑張ろう。岡田ロビン翔子が一番モテると思う職業は？ちょっと待って。これさ、こんな話したことないもんだって。空気確かにね。もう想像、自分の想像。いい。はい。あ、これは私も思う。ちなみに。わかんない。いや、全然わかんない。何もわかんない。本当にわかんない。はい、踊らん。受付の人。なるほど。橋本さん。CA さん。はい。ああ。もろい。一緒だね。一緒ですね。一緒だね。はい。それまたでかいし、やばい。マジでわかんない、これ。終わっちゃうかも。岡田ロビン翔子が一番モテると思う職業は？モテる？トリマーさん？トリマーさん。あの、ペットの。だそうです。わかるよ。はい、残念でした。え、どういうこと？これはわかんない。これはこれ一緒です。定番のね。うわー、ロンちゃん本気なんてくれるかわかんないんだもん。はい、わかんない。つけてください。意外にも本当に読めない。いや、トリマーさん出てくると思わなかったよね。だっていいじゃん、お世話してさ。そう、わかるよ。言われて思う。ね、まあわかるわかる。はい、答えて。はい。はい、じゃあ続いていきましょう。岡田ロビン翔子がなってみたいアニメのキャラクターは？知らない。諦めないで。なんて来るかね。ちょっとマジね、企画外なのよ。本当に。ロビンの回答がマジでわかんない。え、なんだっけ、忘れてた。なってみたいアニメのキャラクターは？はい、はい、もうこれ、愛はこれ。これでいいと思う。間違ってないと思う、私。すごいカサカサになっちゃった。当てたい。まだ言ってんだよ、アイ。はい、では後藤さん。セーラームーン。あ、いいね。なるほどね。この手があったか。藤子ちゃん。はい、モロリ。綾波レイさん。カズマ。自分なす。はい。岡田ロビン翔子がなってみたいアニメのキャラクターは？アニメ？頼むよ。ワンピースのニコロビン。ファー。はい、残念。なんでフージフジャーン。いや、そっちフージフジャーン。フージフジャーンかなと思ったよ。いや、だってニコロビンもね、ナイスバディですよね。そうですね。まあね、まあ確かに。やばい。ねえ、成功率悪いよこれ。やばい、本当に。ファンの人もついてきてるかな。質問がなんか伸びぼっこみんなあれなんなってね。よし、はい、はい、では続いて、岡田ロビン翔子がアメリカで思いつくものといえば？いやもうこれこそむずい。アメリカで思いつく。規模でかくない？ちょっと待って、アメリカと聞いて思いつくものは？え？規模でかい。やめ、むずくない？アメリカで、どう来るかな。アイはこの印象強いんだよね。ちょっとこれで。愛だったらこう、めっちゃ字汚くなっちゃった。はい、後藤さん。わかんない、これ。家にあった大きいプール。橋本さん。おじいちゃん、おばあちゃん。ね、それね。それな。はい、モロリ。それな。大きいチキン。
私わかんない、これ難しい。頼むよ、ほんと、そろそろ正解させて。はい、岡田ロビン翔子がアメリカで思いつくものといえば、家のプール。ごとさせかーい。イエーイ。これはこれは言って、これシャオンが一番印象に残ってるの。昔一回写真見せたんだけど。やった当たった。チーもね、確かにやばい、マジでやばい。いいよ、当たった。ごちゃんすごいね。やばい、圧倒的に正解率悪いんじゃない。全員当たったやつしか当たってない。ちょっとやめてくださいよ。はい、では続いていきましょう。岡田ロビン翔子がアイドルでライバルと思ってる人は。わかんない、アイ。もうこれはさ、何ですか。むずい。誰誰か答え教えてよ。ちょっとまずまず誰って言うかな、誰って言うかな。え、なんか音消えた。やべ、ちょっと待った。はい、皆さんちょっと頑張ってくださいよ。電話誰の、あ、来た、来た、オッケー、はい、書いてください。はい、これ当てたいよ、アイ。ちょっとわかんない。はい、後藤さん。ちょっとわかんない。フィロソフィーのダンスなんか好きって言ってる、言ってます。あ、私も阿部夏実さん。おい、自分自身。うん、かっこいいね。ガチュイ、わかんない、俺聞いたことないもん。はい、岡田ロビン翔子がアイドルでライバルと思っている人は。アイドルで、新垣梨沙さん。おー、全員正解。そうだよね。いや、なんかおこがましいですけど、ファンの人に煽りとかがね、ロッチャーって言われる機会があって、かっこよすぎる。かっこいいよ。意外と来るよ。言わないよ、そう。まあ、自分自身ですね。まあ、まあ、言ってほしかったけどね。もうね、ほんとにやばい。ちょっとわかんないわ。ちょっとむずい。はい、じゃあつけてください。はい。では、いきます。岡田ロビン翔子は普段財布にいくらぐらい入ってる？一番近い人に1ポイント、2人ですと2ポイントです。いや、ちょっと待って、これ分かんないね。これね、分かんない。でもね、はい、これもマジ分かんない。分かんない。見たことない。見たことないよ。はい、後藤さん。23,000。高っ。わかんない。始め、そんでいる。3,000円ぐらい。もろり。8,000円。さあ、高すぎたか。だってそれたまにあるじゃん。はい。岡田ロビン翔子は普段財布にいくらくらい入ってる？お財布？ガチでいいですか？9,000円。もろりんが一番近い。おー、めっちゃ高い。そんな持ってないよ。持ってるでしょ。持ってないよ。200以上。だいたい9,000円。では、数字に強い。確かに、なんか逆転できるやつください。続いてラストでございます。あら、早い。逆転できるの欲しい。え、あいちゃん頑張って逆転させて。あなたは無理ですよ。なんでよ、やる気なくなっちゃうじゃん。頑張れ。じゃあ10ポイントにしましょうか。やった、すごいね、10ポイント。やった、やられたわ。当てないと意味ないから。そうだよ。でも当てるかもしんないよ。わかんない、それは問題次第です。でも根本的に正解率が悪いよね。全体的に。確かにね。はい、では行きましょう。岡田ロビン翔子が一番幸せを感じる瞬間は。うわ、これやばい。これね、絶対あれだと思うな。ちょっと待ってラストでございます。これちょっとガチで当てにいっていい？でも2個迷ってる、2個迷ってるよ、どうしよう。え、待って、
わ、どっちだっけな。あ、2個迷ってる。わ、ちょっと待って、いや、頼むよ、カイガー、これ誰が10ポイントだったらもう一発逆転なんですよ。頼みますよ。はい、それでは後藤さん。アイスを食べてるとき。はじまさん。おいっ子と遊んでるとき。はい、モラリン。お風呂でアイス食べてる。お風呂って言ってなかったし、違うかな。なんで全然、寝起き、寝起き、あれなんだっけ、なんで全然誰もアイのも大事にしてる。でもあるよ、あるよ、あるよ。はい、岡田ロビン翔子が一番幸せを感じる瞬間は、おいっ子の成長。はい、やったー。やったー、点数泥棒なんですけど、イエーイ、すごい。はい、ということで、やったー、ということで、諸塚さん6ポイント、後藤さん4ポイント、橋本さん11ポイント、橋本さんの勝利。イエーイ、最後10ポイント、実質だよ、実質で、ね、やばい、実質2ポイントです、やばい、点数ならもすぎる、いやー、おいっ子は可愛いんですよ。はい、じゃあということでですね、え、ロビンさんからほら、いや、すごい、はい、優勝した橋本さんに、そうなんです、今日は橋本に、はい、じゃあ橋本さん前へ、プレゼントがあります。すごくない、愛したやっぱ、すごい、すごい、最高の最後に決めるよ、橋本さん、こっち行きましょう、こっち行きましょうかね、そう、やっぱ私も分かってるでしょ、いや、すごいね、でも最後に決めるよね、じゃあロビンさんから、ね、ということで、まあこうやってね、12年間一緒に活動してる中でね、一番ロビンのことを分かってくれる、あ、ちょっと待って、あまり映ってないって、はい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、大丈夫ですか、あの、私のことを一番分かってくれてる、はい、もちろん、はい、身長ちっちゃいんだけど、はしぼに、私から、はい、プレゼントです、大事に使ってください。見せてあげて、みんなにも。でも可愛い、漏れてる。これほら、紙じゃなくてちゃんとさ、なんていうんだっけ、ちゃんとしてるから、こう、なんか、ラミネートみたいな、硬くしてあるから、ほら、ちゃんとサインだね。ありがとうございます。私のもう一番のこう、決め顔で、私もこれどう使いますかって、これですか、はい、はい、使いますか、これはですね、あの、玄関にでも飾りたい。ありがとうございます、ぜひね、あの、玄関に飾った写真を今日ツイッターにあげたいと思います。よろしくお願いします。いや、ちょっとね、はい、おめでとうございます。すごい、ね、優勝者の方のあれなんで、やだ、ありがとうございます、でも可愛いから、ロンちゃん漏れてる。おめでとうございます、はい、いつもありがとうございます、いやー、ちょっと、あー、でも、あゆ嬉しかった。なんで、あんだけダメだダメだって言われてて、最後に決めてやった時の、確かにね、まあ、正解数2問ですけどね、いやいやいや、2問ですけど、でも本当に正解数低かったですね、低かったよね、全部で19問 やりましてね、意外とモロリンが、はい、私すごくないですか、そうそう、モロリン、まあ、2ポイントのやつ1個ってね、当ててます、北日本の、だからまあ5点ですよね、19問中ですよ、橋本さん、ん、横取りしないでください、本当に、あ、いや、すいません、大事にしろ、大事にします、ごめんなさいね、本当、ロビンちゃんの話を聞こえてね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、はい、皆さん告知を、あ、もう10時超えてる、はい、もういい時間でございます、あっという間ですね、あっという間に、はい、ということで、はい、お知らせをしたいと思います、はい、さあ、どこですか、どこに向かいます、お待ちよ、ちょっとまずは一番の近況からいきます、はい、一番の近況というとロビンの、はい、生誕祭でございます、はい、はい、ですね、あさって3月15日、はい、はい、はい、ありがとうございます、誕生日当日に初台ドアーズにて、19時30分から、チャオブラチンクエッティ全員で、はい、あのイベントをやらせていただきます、あのまだねチケットも残りわずかありますので、皆さんお早めに来てください、はい、ぜひぜひお待ちしてます、あとグッズ見せていいですか、あ、見せてた、 T シャツができたので、あ、わ、かわいい、おー、そう、北島さん、え、超かわいいじゃん、あのね、いいですか、見せて、あ、北島さんお願いします、じゃじゃん、あの、ピンクの
ロンティーにしました。かわいい。ちょっとね、あの暑いよっていう声もあるかもしれませんが、ロンティーじゃん。そう、ロンティーなんです。ロンティー、あの前のとこにロゴで、あのさりげなくロビンしかと書いておりますので、うん、で後ろの方もちょっとあの私のあの似顔絵というかね、うん、あの女の子が下の方にさりげなくいますので、ぜひ皆さんちょっと可愛く見ていただいたら、めっちゃ可愛い、デニムとかに合うと思いますので、うん、ぜひロンティーをゲットしていただきたいなと思います。可愛 い、 い、 いロンティー、ロンティー欲しい。さあ、あとね、クリアファイルも出すんですよ。クリアファイルもあるので、あ、まあそれはじゃあ当日のお楽しみにということで、可愛 い、 いじゃん。ゲットしていただきたいと思います。いいね。はい、そして3月の27日、うん、火曜日、渋谷のデュオにて行われる、はい、パニクルーさんの20周年の記念パーティーに出演します。こちらが、ね、はい、19時スタートで、ね、はい、はい、そして、そして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 これですよ、こっち。あ、そう、これ発表だったんだよね。そう、チーム負けん気ライブが決定しました。はい、こちらはですね、4月の8日日曜日、柏パルーザ千葉ですね、はい、にて2回公演、14時からと18時からの2回公演やります。久々ですね。そうだよ、久々。しかもすぐじゃない、ツアーよりも先にこっちがあるから。そうそう、早いよね。あっという間に訪れますね。はい、はい、皆さんぜひぜひ。あのチケットが今日の23時59分まで、あと1時間、はい、うん、2時間ぐらいですね。なのでまだポチッとしてない方はぜひポチッとしてください。お願いします。そしてそして、はい、なんといってもなんといってもチャブラアクツアー、ハルツアーです。めっちゃ滑っちゃってるね、やばいね。ハルツアーやばい。ハルツアーでーす。まずインボイでちょっとね、英語で。アクツアー。初日はですね、4月の30日、はい、渋谷 WWW にて、そうです、行われまして、で、なんと、どうぞ、ありますよ。5月の3日が、うん、名古屋、名古屋です。はい、そして、ちょっと大きい場所ですね、で、はい、5月12日が横浜 FAD ですね、はい、2回公演、そして5月19日土曜日が千葉柏パルーザ、パルーザ2回公演、そして、5月の13日、あ、ちょっとバラバラになってる、あ、そうかも、前後してるかな、すみません、前後しておりますが、5月13日日曜日が埼玉新都市、うん、ヘブンズロックです。はい、そしてそしてそして、5月26日土曜日、大阪江坂ミューズにてあります。アンモー、アンモー、はい、ということで、ちょっとね、すいません、バタバタしました。今日バタついておりますけど、こちらのチケットは3月18日の23時59分まで、はい、あと4日かな、そうですね。ぜひね、あのまだ申し込んでないよ、あ、忘れてたっていう方は、あの今日ね、ポチッとチケットあの予約していただけたらと、申し込んでいただけたらなと思います。お願いします。あともう一個お知らせがあります。なんだっけ、3月18日、あ、そうだ、あれですか、あれですね、チケットの申し込みがあの、の日なんですけど、うん、なんとショールームの特別編が決定しました。初めてじゃない、特別編なんて。そうだね。何やるんですか。あの、ゲームします。おお、あの、橋物でやったやつ。そうです。来た。お、え、18日って何曜日だ。日曜日。おお、え、何時から。18時から6時？早いですね。何時まで、何時まで。それは分かんないです。え、え、どういうこと。いや、でも帰りたい。まさか帰れないなんて。いや、だから早めにしてるんですよ。そうです。早くないだって。え、ゲームするんでしょ。はい、この前の橋もろのゲームの腕前を見て早めました。え、時間、そんな難しい。いや、でもほらやってるから、うちらもう一回。そうだ、一回っていうか、もうコツつかんでるから大丈夫。うん、はい、まあクリアできるまで帰れませんので。やばー。え、レベル先に。もちろん。しゃ、いやしゃってどうやる。一人だけ残るの嫌じゃん。やだよ。うわ、抜け出る方式じゃないの。ダメだよ。いやいや、なんでよ。なんでそんな春ツアー前にそんな抜け駆けするみたいな。心を一つにしてくださいよ。うわ、やばいね。日曜日にやるなんて初じゃないですか。初え、ってか、ね、終わりんの、マジで。やばい、いや、マジで。いや、僕ら帰りますんで。え、何言ってるの。それはダメですよ。無理無理。ノンノンノン、ダメですよ、その話が違う。春ツアー前にダメですよ。ダメですよ。誰一人しないと。
抜けちゃダメ、ダメダメ、ダメ、チームチャオベラ、チームチャオベラなんだから。だからそうです、あのもうみいつ終わるか分かんないんで、下手したらなんか5分ぐらいで終わるかもしれないし、あーあーね、確かに、まあ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 、うちらがね結構率先してやれば多分大丈夫いけますよ結構ちょっと心配なんですけど、いやちょっとお酒用意しといてもらっていいですか。そうですね、まあそんな、確かに、あ、あの飲み食いはしてると思いますやばい、マジか、誰かの家感覚でね、わ、いいね、マジか、いやちょっとみんなちょっとゆるく見てね、はい、18日ね、6時18日日曜日の6時から、はい、何時になるか分かりませんが、皆さんも参加型で、はい、ありがとう、見ます、ありがとう、楽しそう、見るよ、見ます、見ます、ありがとうございま す,、はい、います、ぜひ皆さんねよろしくお願いします。飲んだら絶対クリアできひんよって、あ、多分前からね、多分エンジンかかっていかんじゃった逆に、はい、本当ですか、はい、楽しみですね、はい、そういうのもね、はい、今週の日曜日やりますので、よろしくお願いします。私もマジでやばかったです、何年に来てやばい、大丈夫、2回目だから、マジか、そうよね、頑張るよ、頑張る、もちろん頑張ろう、そうだね、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、みんなで、はい、そんな感じですかね、はい、明日のベイ FM も皆さんよかったら聞いてください、ゆずべらいです、ゆずべらい聞いてください、はい、ということで以上チャオベラチンクエッジでした。24歳最後の放送でした。おめでとう、おめでとう、飾ります、飾ります、生誕祭待ってるよ、待ってるよ、飾りますよ、おやすみ、じゃじゃじゃ、はい。